お口直し、お耳直しとなりますか、わかりませんか。結局ちょっとそんなに休憩時間もなかったと思うので、全然もう本当、先ほども言いましたが、立ち歩いて飲み物や食べ物を買っていただいて構いませんので、よろしくお願いします。幸せな感じで。では、次の曲は、ちょっとね、一曲歌おう。はい。僕と総合が参加しているバンドのワイワイスティールバンドというバンドがあります。まあ、スティールパン、このスティールパンだらけのバンドあるんですね。まあちょっと歌ってからにしましょうかね。そこに歌がある。喜びの歌。止まらない止まらない。サイクリーは止まらない。ラスト。サイクリー。
曲目はトリプトという、はい、日本のカリプソナンバーから お届けいたしました。ですね、この、まあ、さっきもちょっと紹介したワイワイスティールバンドというバンドがありましたね。全国にいろいろメンバーがいるんだよね。はい、いろんなメンバーがいる中で、このスティールパンだけの、バンドなんですね。僕の今このさっき叩いてるこのスティールパン、こんな形してるんですね、中が。これです。それで僕のが一番高音になるんです。テナーパンっていうスティールパンになります。これも同じなんですけど、これも今さっき総合が弾いてたのはテナーパンで、こちらの2台、これは、だんだん、ですね、あ、もっと作り方とかちゃんと言った方がいいのかな。そうですね、そう、ドラム缶の裏蓋をこれ叩いて、あのボウリングの球とかでどんどん叩いて、それでお鍋状にするんですね。それでここに的があるじゃないですか。それでここの的を叩くと、まあ、一番大きい的が低い音が出て、だんだんちっちゃくなると高音が出るんですね。それで、僕の1台でだいたい2オクターブ半ぐらい音が出るんですね。2オクターブ半。それで、どんどん低い音になっていくと、この的がだんだん大きくなるんで、2台になるわけですね。そうすると、はい、もっとこのスティールパンはもっと的が大きいんですね。そう、こうやってね、低い音が出るわけです。それで、他にもね、ベースパン、ベースパンってもっと、スティールパンが、ドラム缶がね、まあ、4本並んだり6本並んだり、まあ、低い音が出ることによって、ドラム缶の数が増えていくんですね。これでここの長さあるじゃないですか。ここスカートって言うんですけども、このスカートも、長くなれば長くなるほど低い音が共鳴してくるんですね。なんかね、理にかなった楽器でございます。このそういう楽器をやってるバンドがワイワイスティールバンドというバンドなんです。でね、今度10月の10日と11月にちょっとこちらワンマンだよね。はい。でね、そう、はい、これね、今日ね、家出るときにね、はい、渡されたんだ。おう、バッグ開けたら、ね、チケットが入ったということで、即売会もやってますので、ね、はい、即売会あちらの方で受付があり、はい巻き込まれるでしょ。一応手挙げてって言ったら、ありがとう、はい、花子です。ベーパン弾いてます。ベースパン、さっき言ったよ、はい、ドラム缶がね、4本並んだ楽器を弾いております。そういうバンドをやっておりまして、後でね、フライヤーもあるんで、はい、はい、すみませんね、なんかこういう、なんかあんま、俺もあんまり宣伝するのもよあれかなと思ったけど、まあいいかなみたいな。全然大丈夫だと思います。じゃあ俺も宣伝する。どうぞどうぞどうぞ。やっぱりね、こういう場ですから、せっかくなんで、ね、僕は普段ラテン音楽で、今日やってるのはスティールパンで、そのトリニダード・トバゴの国の楽器です。そのそういう音楽をやってるんですけど、普段は、僕はキューバ音楽をメインでやってまして、で演奏する楽器もこれコンガとかボンゴって言うんですけど、ティンバレスってバチで叩くやつをメインにやってます。で、その僕の、バンドのスターサルサというバンドをやってるんですけれども、それがちょっと先なんですが、10月15日に、原宿のクロコダイルというところで、ライブをやるので、ちょっと先ですが、皆さん覚えておいていただいて、ぜひ遊びに来てくれたらと思います。よろしくお願いします。タマキさんの声も聞いてみたいところです。どうもありがとうございます。この楽器はベース、あ、それはいいか。ですね、僕はちょっと今成田の方に、ちょっと住んでまして、基本的に成田、まあ、外人とかのホテルが多いんで、
成田の方の演奏、あのホテルの演奏とかですね、まあ、近くのライブハウスとかで演奏してるんですけども、ここではですね、実は今週はですね、週3回もここに出てるんですよ。本当本当、月水木っていうね、すぐそういうそう、明日は違うんですよね、明日はまた別のところなんですけど、明後日に僕普段ジャズですね、ジャズスタンダードといいますか、普通のもうちょっとラテンとまたちょっと違うかもしれないですけども、ちょっとジャズの方を主に弾いてまして、あさって金曜日ですね、岩橋さゆりさんというですね、ジャズボーカルを歌われる方がいまして、ピアノに寺島くんというですね、よく最近話題の俺のフレンチとかで行ったことありますかね、俺のフレンチとかレギュラーで弾いてるピアニストですねを迎えてですね、あとドラムと、ダッツサックスですね、迎えて演奏いたしますので、ぜひあさってこの時間に来ていただければ間違いないので、よろしくお願いします。明日ですよ、明後日決めましたか。あさって10月原宿僕たちは10-11朝日アートスクエア、浅草のあの金色のなんかちょっとね、泡ですよ、泡。他にも言いたいことね、泡です。あれは泡なんですよ。ああいうね、ビールが美味しいとこでやりますんで、まあどこもみんなね、ビール美味しいんでね、はい、それ言っちゃだめ。じゃあ次の曲です。キャッチオブザデイという曲をやるんですけど、これはラブルームマクドナルドって、あのね、もう、はい、僕が説明するまでもない、もうパーカッションにその、曲でございます。キャッチオブザデイ、本日の取れたて料理という名前でございます。ね、今日の取れたて料理で皆さん楽しんでください。Thank you.
食べ物。はい、ありがとうございます。あとはもう綺麗な音でした。本当にもうなるべくマクドナルドも喜んでると思います。なるべくマクドナルドに大きな拍手を。さて、ここからはジャジーな時間ですかね。ジャジーな。じゃあもう早速もう紹介、曲紹介してますね。デューク・エリントンキャラバンをお送りします。
早いですね。皆さん名残惜しいかと思いますが、ぜひともいろんな機会がありますので、はい、まあ、また聞きたいなと思っていただける方はカウンターの方にぜひ。うまいね。いや、こんな感じですかね。そういうのないか、ここでやっぱり教えてくださいそうですね。ジャズがベースで、スカセのカリビアンがベースですか。これはもう、これ、この、僕ですか。いや、このセッション、これはコンセプトは、そうですね、そうなんですかね。そのリクエストするにあたってジャズがベースとかカリビアンがベースとか趣味は分かれるそうですね。実は今回全員違うジャンルの人が集まってチューニングの度合いがちょっとちょっとずつ違う感じがするので、はい、思考が少しずつ違うのかなと思って。そうですね、ここら、ここがどちらかというとジャズなんですね。このここの2人がジャズで、でここがカリビアンで、今からは完全カリビアンカリビアンってさっきのお話ですね。はい、そんな感じの変なバンドです。なんか変な質問しない。いや、いやもう全然、いや、すごい的確な質問だと思います。僕も聞いてみたかった。初めはでもちょっとよく分かんない。なんかそれがまたいい感じに、それはミキシングしていくのが楽しいという感じなんですか。はい、はい。いやいや、もう全然、もう本当にもう何とでも言っていただいてそういう質問受け付けてますので。ということは、総合さんは、はい、スチールドラムでジャズを再現されたいと思う。そうですね、僕はスティールパンで、まあ、ジャズを大体メインにやってるので。はい、聞きましたか。ジャズを歌うと、僕は本当に僕は高校生なのかと疑ってしまう。僕なんかね、まだそこまで何をおっしゃってる。はい、僕はもう、そうですね、カリビアンとして歌ってますよね。そうですね、なんか夏が終わるのが寂しいぐらいやっぱり、ね、みんなでこのテーブルで、はい、砂浜の上に寝転がんで星空を眺めてた頃が懐かしいねって、はい、思い出すような音だねって話してたの。あ、本当ですか。なんか嬉しいです。だからジュニアの彼女にそれを体験しろよと説教してたみたいな。あ、本当ですか。もうしっかり言った方がいいですね。だんだん空も曇ってきますから、最強戦で。もう今のうちいっぱいね、僕からも最後の曲になりました。いや、もういや、もういいですよ。最後の曲、これはどうしてしまうの。いや、言いたく なってしまいます。僕も言いたいです。君たちは一体何なんだろう。それあのだんだん自分たちは一体何なんだっていうことが、まさにその通り。100点。じゃあ最後にお送りするのは、チッコリアっていうピアニストがいるんですけど、そのチッコリアのスペインをお送りしたいと思います。崩壊しないように祈ってください。